おはようございます。おはようございます。あのですね、お土産をいただきました。はいはい。これは群馬のカイコの王国、うん、このお子様チョコレート。昔からカイコはとても大切なものとしてお子様と呼ばれてきました。これはね、まあ、クワの葉パウダーとかこういうのいいんだけどね、うん、ちょっとね、ネットで調べたらね、うん、面白そうなんだよこれ。うん、これはね、もう開けた瞬間が全てです多分。開けてみるよ、うん、ちょっと待ってね、よいしょ、開けてみます。どうぞ。ディン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 。おー、美味しい。おー、これはすごい。ちょっと出してみる、出してみる、ちょっと待って、うん、はい、よごめんごめん、ごめん、すごい、すごいよ。うん、リアル、ホンダリアル。あー、こう来たか。これね、富岡製糸場の話とか載ってんだけどさ、うん、ね、さて今回弊社で今社チョコレートは、まあ、その象徴する一品でもうんたらかんたらうんたらかクワの葉が入ってますみたいな入ってるんだけど、クワの葉入ってる、書いてあるよ。どうぞ、美味しく楽しく、そしてちょっと気味の悪いチョコレートをご賞味くださいませ。絵的にね。ちょっとかわいいね。いただきます。すっごいかわいいよね。すごいね。ちょっと近くで撮ります。どうですか、見た目的にあるじゃないですか。こんな感じですね。おいおいしい。うん、このサクサクどこから来てんの。カイコの腹の中。そうなの。でもね、葉っぱが結構苦い。それが苦味と甘みとね、美味しい。見た目が本当に中見た目が。ありがとうございました。ありがとうございます。うん。じゃあ楽しんでください。はい、ありがとう。